日の試合日程は終了しました。そして今年度の世界4強が出揃いました。今回はなんと初出場の選手2名がベスト4まで残りました。これは今までにないことです。それでは明後日の試合の組み合わせを紹介しましょう。第1試合、絶対王者、月読み発行。そして挑戦するのはベスト4、8と結果を残している強者たちをほぼ無傷で倒してきた難攻不落の異質姫、ソフィア選手。月読み選手相手にも余裕の表情で戦い抜くことはできるのか、すごく興味深い試合です。そして第2試合、多くの挑戦者を跳ねのけて今年もここまで駒を進めてきました、四季東也選手。そしてその挑戦者は前年とベスト4の桜花選手とアラン選手へ倒し、ここまで駒を進めた自称新世代の最強こと加藤選手。勢いのある二人の激闘、この試合は熱くなること間違いなしです。それではあさってセミファイナルの舞台をお楽しみに。司会は世界の愛されキャラ、シェインちゃんでした。見える、石化の調子はどうだ。傷は全然、だけどデスペナルティが発動してるからオーラは全く。見てたけど、最後に全部のオーラを使ったからだろうね。ハクちゃんの時よりも状況はひどいかも。やっぱりそうか、わかった。まあ、せっかくだし、石化もハクも休養したらいいさ。ずっと頑張ってきたんだし。お疲れ様、パト君、リベンジできたね。さすがだね、これは今度私とも戦ってほしいかも。いやー、俺は勘弁かな。ぶっちゃけアランさんは対策をしてたのもあったしね。もしファルドラさんやバハートさんが相手だったらまた別の結果になっていたかもしれない。謙遜とかじゃなくそれだけ明確な武器を持っているからさ、二人とも。アランさんには勝ったけどそれでも心象。それは最後までどうしてもアランさんの強みを超えれなかったわけだしね。正直余裕とは言えないよ。やっぱり、気づいてないんだね、ハクちゃん。うん、私もそんな気がしてたよ。パト君、あなたはアランを余裕で倒せてたよ。でもパト君が攻撃を躊躇したから心象になっただけ。少なくとも私たちにはそう見えたかな。いや、あれはアランさんの作戦だろ。俺はだからその誘いに乗らないようにって。アラン君はそんな戦法は取らないわ。正義感強い上に真面目だからね。やるなら堂々と挑むと思うわ。私だって去年負けてるの。だからリベンジとしてかなり研究してる。だからはっきり言えるわ。パト君、あなたはアラン君に対して攻撃面では圧倒してた。アラン君の守備が間に合わないほどに、それだけ強いわ。そうか、でも次は倒産だ。なかなかうまくはいかないだろうな。石化だって倒産を本気にさせられなかったんだから。はい、勝ったんだからいいでしょ。ちゃんと喜ばないと負けた人に失礼だよ。私なんかバハートちゃんに勝ったからもうこれでも勝ってくらい喜んじゃうもんね。やめておきなさいソフィア。バハートさんが苦虫を噛みつぶしたような顔してるから。でも勝ったんだよ。喜ぶのは勝利者の特権じゃない？うん、その通りだよ。せいぜい今のうちに喜んでおくといいわ。次は泣かせてやるんだから。アイドルが言っていい言葉じゃない？とりあえず俺は石化の様子が気になるからそっちに行くよ。終わったんだからみんなもタイミング見て各自帰りなよ。私は別に急いで帰る理由ないからパトを待ちます。エミエルは今日のことにはならなさそうだし、私は先に帰るわ。せっかくだから今日の反省点をすぐにまとめたいし。私は石化様を待つね。それに今力出せないからあんまりうろうろしたくないし。うん、それじゃあまた旅館で会おうね。筋金入りだね。あ、バハートさん旅館に戻ったら話があるんだけどいいかな。今じゃダメ。多分実際に見せておかないと納得しないと思うし。うん、わかった。なら訓練場にいるから帰ってきたら声だけお願いね。私も行こうか。結構、次はソフィアちゃんですらびっくりするような戦術を考えてやるんだから。やっぱり負けた後は相当悔しいんだな。うんうん、それに話してたけど石化にも勝てないって認めてたからなおのこと近い世代に負けるのが気に入らないんだろうね。まあ、俺は今のバハートさんの方が好感を持てるよ。やっぱり人間味がある方が俺も接しやすいし。そうだね、石化にお疲れって言っておいて。はいはい、それじゃあ行ってくるよ。思ったより元気そうだね。出し切ったしね、悔しいけどまあ、一年でお父さんを倒せるところまで行くのは少し時間が足りなかっただけだと思うし、そこまでって感じだわ。そもそも私はメリアちゃんにすら勝てなかったわけだしね、私だって本来は2回戦止まり、この経験はいつか絶対にものにしてみせるわ。そうか、それで父さんとの試合はどうだった？別に、泣くほど悔しいわけでもないし、惜しいとも感じなかったし、まあこんなものかなって感じね。最後は結局運任せのところがあったし、運よくいけば形勢逆転の一発逆転、それくらいしか私がお父さん相手に勝つ方法が見つからなかった。そこまで乾杯だとメリアちゃんの時もそうだけどそこまで心のダメージもないものだよ。でも課題ははっきりした。だから悔しいより次に向けて特訓したい。ってところか。正解、でもどうせデスペナルティで吐くと同じ状態なんでしょ。ならこの1週間はゆっくり休むわ。休養も大事だしね。そうだな、あとは俺とソフィアに任せてくれ。絶対に優勝してやるから。お父さんは本当に強いわよ。
ああ、この後すぐにネルトの訓練だ。今日はゆっくりしてるんだぞ、せっか。とは言ってもメリアさんは怒ってるかもな。怖いし今日は帰るのよしとこう。さて、今はどんな番組やってるかなっと。ニュースです。数日前、東京湾で損傷が激しい遺体が発見されましたが、その遺体の身元が判明しました。近いわね。最近物騒な事件ばかり起きてるし、こんな状態だと私も一般人と同じだし、用心しとかないとな。遺体の名前は？は、嘘でしょ。どうした発行、俺を待ってるなんて。どうや、来い。事件か。それでどうした、お前がそこまで焦っているのは相当じゃないのか。よく聞けとうや。ファルドラが死んだ。2日前に東京湾にて体全体にひどい損傷、そして顔面が完全に破壊されていたそうだ。犯人の目星は？それがおかしいんだ。今つてに監視カメラのデータを送ってもらって確認したんだが、容疑者もファルドラなんだ。そしてここからだが、ファルドラは死亡したこの2日間でいろんなところで目撃されている。死んだのが2回戦終わった後の夜だとして、そこから今日に至るまで死人があまりにも自然に出歩きすぎているんだよ。お前には今このタイミングで連絡したが、天の絵はなぜか取らない。不審な点が多い。それは俺から今伝える。天の絵大川家で死亡した前日のことらしい。俺も大会直前に聞いたから、お前に今の今まで言うタイミングがなかった。マジかよ。どうや、それはすごくまずいぞ。現状、東京にいて満足に動けるのが俺だけだ。アランとトウヤとバハートは大会で消耗している。そしてファルドラと天の絵は死亡。今回の東京にいる敵はファルドラを殺害できるレベル、副隊長を差し出すわけにもいかねえぞ。そうだな、今敵側からアクションを起こされたらまずい。多くの犠牲者を出すことになる。だがこちらも戦力が必要だ。副隊長含め、実力がある奴に女性を依頼するしかない。そしてまずはファルドラを探す。今のあいつは危険だ。犠牲者を出す前に抑えるぞ。時は満ちた、ピースは揃った、準備は万全だ。さあ、地球防衛軍お前たちの力と僕の知力、どっちが上か、この東京という大舞台で存分にぶつけ合おう。今年のベスト8、悔しい、涙悔しいって。そのベスト8がたまたまとかじゃなくて必然的な成績だから。つくよみ隊長、指揮隊長、ソフィアさん、セッカさん、メリアさん、目に見えて勝てないと自覚する相手が4人以上もいたら、それはもう世界一なんてほど遠い。そんな現実を見せられるのがムカつく。バハート隊長、今年もベスト8だったね。あれ、ファル君試合見に来てたの、珍しい。そんなに熱心なタイプだったっけ。まあ、僕もさすがに2回戦負けだからさ、絡みもなく見届けたくなったんだよ。それに僕たち以外が勝ち上がる大会なんて初めてだからさ、気にもなるさ。そうだね、本当パト君のメンバーは全員強いよ。世界は本当広いなって思うよ。そうだよな、僕ももっと知見を広めないといけないと思うさ。今じゃなくていい、いつかバハート隊長の知識も僕にご教授願いたい。その代わり僕の戦術を提供するからさ。強くなろう。僕とバハート隊長は飛び抜けたセンスと実力で若くして隊長に上がった者同士なんだからさ。ごめんなさい、今その誘いに魅力を一切感じない。私は今やっと自分を次のランクに上げてくれる日を見つけたの。ファル君の知恵で満足してたら、私はきっと一生世界一なんてなれないから。そうか、それは残念。でもバハート隊長、君に次なんてあるの？どういうこと？いやいや、その胸に杭を刺してだらしなくよだれみたいに血を垂れ流してたら、さすがに死ぬんじゃない。虚構解除。何これ。あれれ、僕の虚構支配を忘れてた。僕の虚構は嘘を真実だと思わせるんだって。2年前それで僕に惨敗したんじゃん。でも気づかないものかね。これだけだらしなくちで汚してたら、バカでも自分の異変に気づきそうだけどな。僕の虚構はそれすらも騙せるってことの証明かな。まあ大会でそこまで見せる気なかったし、いいんじゃないかな。パト君、ロイド艦長。簡単だったね。気づいた時には致命傷、反撃する力も残っていない。さぞかして遅れを実感しただろうに。さて、残り隊長は3名。天の絵隊長は三重で死んだらしいし、ここまで来るとイージーゲームだよね。つくよみ隊長を除いてさ。何やってんだ。何をやってるんだと言ってんだ、ファルドラー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。